なんか先ほど菅さんが直感というものが大事だというふうにおっしゃいました。誰しもが直感を持っているわけなんですけども、でもテレビに自分の好きな憧れているなんか女優とか男優が出てきて、原発は安心で、CO2 出さないし、もう原発をなんかいろいろ言う人がいるけれども私は信頼していますなどと言うと、あ、いいんだとみんな思うでしょ。で、そういう直感というものが、それを私は原子力プロパガンダと呼んでいますが、東京電力なんか年間270億円も使ってありとあらゆる文化人、女優、俳優、タレントを使って原発に関していいことしか言わない、もうテレビに出る人は原発の反対者は絶対出さないということをやり続けてきたので、皆さんの直感というものが、あら、こんな人たちがこんなこと言ってるんだからということで簡単にどっかに行ってしまうんじゃないかと、情報操作をされているんじゃないかと思うんですね。実際されてきたわけですし、で、私も NHK で番組を作っておりましたが、イラクで撮ってきたことを編集して NHK のプロデューサーたちに見せたら、アメリカと言ってることが違う。そのメディアを作っている人たち自身が自分たち自身を、まあ、そのプロパガンダ、自分たちが作っているプロパガンダに染め上げていて、そこからはみ出そうとしないというその大きな壁が存在しているんですね。だからそのもう一つ大きな困難というのは、まあ、そういうふうに情報操作が意図的に行われていて、それがあたかも非常に美しく巧妙なやり方でやられているので、それに身を委ねるとみんなそうだから非常に心地がいいっていうことがあるわけですよね。で、その心地よさの中で、ひょっとしたらこれはまずいんじゃないか、これは危ないんじゃないか、命に関わることなんじゃないかな、でもそんなこと怖くて言えないよ、だってみんなそうだって言ってるんだもんっていう感じになるんだと思うんですよね。で、もう一つは、じゃあそんな中でいや、やっぱり違うわって言うと、あら、あの人なんか宗教でも始めたのかしら。本当そうですよ。原発やってる人は宗教よね。となんかこう、またこれもものすごく巧妙に共産党じゃないかしらとか、ちょっと変わってるのよね。で、そして最終的には貧乏くじを引くんです。原子力に対して原子力という、研究をする業界の中でそれは危険をはらんでいることなんだ、だからこっちの方に進めるべきではないと言い続けてきた人たちはもう全て出世できていません。それが出世できないだけではなく迫害されます。立命館大学の平和研究所にいらっしゃる安西さんはかつて東京大学で原子力の研究をしていらっしゃいました。彼は、原子力は危ない、危険だ、だからそんなにこう進めるべきではなく慎重にやらなきゃいけないみたいなことを言った途端に、彼の職場で誰一人として彼に口を聞くということをしなくなりました。彼は11年間そこにいて誰とも会話することがなくそこを辞めたんですね。で、今ちょっとテレビにも、まあ、ラジオとかにも意見を聞かれている小出先生は、私の六ヶ所村ラプソディに出ていますけれども、彼もはっきりと原子力の危険というものをきちんと言ってらっしゃる方ですが、この方はもう60になろうとするのに未だに助手で助教授にすら慣れていない。つまり私たちの日本社会の中で原子力に異を唱えるということはまさしく経済的な貧乏くじを引くということに相当するわけですよ。何にも得にならないわけですよ。それでも直感に従ってやりますかとなると、それはある一定の覚悟が必要になるんですよね。だから今私たちに求められているのは覚悟、
じゃないかなと思うんです。じゃあその覚悟の中身って何なのかなと思うんですけど、私菅さんが対談なさった森達也さんっていう映画監督とも、まあ、仲が良くて、彼の作品をすごく尊敬していますし、ものすごく素晴らしい作品だと思っています。で先ほどコーディネーターの小谷さんがおっしゃったシーンっていうのは、今彼がおっしゃってる時に思い出したんですけど、あれは森達也さんが言ってたんじゃないかなと思うんですね。森達也さんの何かの文章で私は読んだのかもしれない、そしてそれを引用したのかもしれないと思うんですけれども、森さんは地下鉄サリン事件のオウムの映画を作られた方なんです。で私そのオウム真理教の、彼のドキュメンタリーを見ている中でものすごく忘れられないシーンがあるんですね。で今回の福島の事件でも実はこのシーンを思い出したんですけど、私もちょうどその3月、あれは17日、3月21日に1995年の3月21日に、サリン事件が起きた時にちょうど霞が関をそのサリンが撒かれる15分前に地下鉄に乗って通過したんです。で危機一髪だったんですけど、15分遅れていたら私はサリンを吸って死んでいたかもしれないと思うんですが、そのシーンがまあそれはテレビのニュース映像を彼は使ってるんですけど、サリンを吸ってその駅の通路であるいは階段で苦しんだりあるいはバタッと倒れたりこうくの字になっている人を、次のサリンをまかれなかった電車がやってきてバーッとサラリーマンが出てきたら、そのサラリーマンはチッとか言いながらその倒れてる人たちをまたいで仕事に急いで行ったんです。つまり善なるものというか、会社員として遅刻してはいけないということが、そこに倒れている人にどうしたんですか、大丈夫ですかっていうよりも優先されている社会に、あ、自分は生きていてこれは恐ろしいことだなと。で私は今回よくテレビに出てくる原子力保安員とかあの方たちと、この六ヶ所村ラプソディを作る過程で非常に密接にお付き合いさせていただきました。みんなすごくいい人たちなんですよね。いいお父さんなんだろうと思います。でこういうふうなことをわざとしたんじゃないとも思っています。だけどいつもその私が撮影していた、まあ、原子力のことを憂慮する、まあ、市民グループが、こういうことをすると危ないのじゃないか、例えばですね、私は去年福島に行ったんですね。去年の夏福島3号機にプルサーマルを受け入れました。プルサーマルっていうのはウラン燃料とプルトニウムを混合した新しい燃料を、それまでウラン燃料だけでやっていたそのためにしか設計されていない原子炉に入れてやるっていう、でもっともっと毒性の高い燃料を使うという、それを福島が受け入れると。でそれやっていいんですかっていうことを地元の市民グループと一緒に、まあ、言いに行った時も、福島県の安全管理課課長というのが出てきて、すっごい見るからいい人、本当にこの人はいい人なんだろうな、善良な人なんだろうなっていうのがもうにじみ出てるような人でした。でその方に今回こんな古い原子炉にこのプルサーマル燃料を入れてしまって、もし核が暴走したらどうするんですか、そのために設計した原子炉じゃなく、そしていろいろ不具合もこれまで出ているのにそんな大丈夫なんですか、で余震波事故を起こさなくても出てきたらこれまでと全く違う毒性の高い、どこにも持っていくことも決まっていないような使用済み核燃料が出てきて、50年プールで冷やさなきゃいけないんですよね。そんな危険なものを福島県内に置いていくっていうことを県民にちゃんと説明したんですか、黙ってうつむいて一言も返事をしていただけませんでした。彼は無力を感じていたんですよね。なんでじゃあ受け入れたのかっていうと、7月までに受け入れた自治体には
20億円やるよと経済産業省は言ったんです。そして7月までに受け入れなかったら20億円はやらないと。それまで抵抗していた原発を持っている自治体がもういやしょうがないって言うんで、その20億円と引き換えに差し出したものは何なのか。県民の命ですよ。で、福島県知事の前の佐藤栄作知事はそのプルサーマルを撤回した途端に収賄容疑で挙げられて、彼の側近が3人自殺しました。彼の妹さんは気の身気のまま連れて行かれて1週間帰ってきませんでした。で、糖尿病とかいろんな持病があるのにもう息も絶え絶えになって帰ってきた。で、彼が自分の罪を認めない限りそういう犠牲が続くということで、彼はもう自分の覚えのない収賄罪を認めて有罪になりました。で、それを今、知事抹殺という本に書いてらっしゃいますけれども、そういうことが現実に行われていて、見て見ぬふりをする人たちがたくさんいて、この土台、原子力は進める、原子力は絶対安全っていうこの土台、テーブルの上でしかものを言えないっていうことが横行してきたんですね。で、それをやってる人たちはそこに倒れてる人がいてもまたいでいくような仕事に一生懸命な、自分の家族のために一生懸命稼いで働く、そういう人たちなんですよね。それは私だと。窒素が水俣事件を起こして、その後に窒素は私だと尾形さんという方が書かれました。私は6箇所のラプソディを作った時に、この劣化ウランダを生み出してきたのは私が日本で電気を使う暮らしだったと気がついた時に、イラクの子供たちを殺しているのは誰だ、私だったと、私がそこに加担していたのだと気がついた時に、私が私自身を打たなければいけないと。それすごく難しいことだなと思いました。そう、難しいんですよね。で、情報は確かにもう今たくさんの人が放射能がこんなに出ても安全だっていうことを本気で信じているとは思えないんですけど、そう信じた方が今までの暮らしを諦めなくていいから、ただ騙されたふりをしているだけなのかもしれません。でも私たちはエネルギーリテラシー、メディアリテラシー、メディアを読み解く力、エネルギーについて学ばないと自分で自分の命を守れないと思うんですよね。私の実家も浄土真宗ですけど、なんかこうこんなでっかい津波とか地震とか日本には何度も起きて、関東大震災では10万人が死んで、何度も何度も地震が起きるこの国の中で仏教に帰依するということは無常ということを受け入れることなのかもしれないとどっかで若い時に考えたことがありましたけれども、果たして無常というのは、命というのは儚いものだと、命は失われてもしょうがないものだと考えるものなのかということを、まだ10代だった頃に真剣に考えた覚えがあります。私は命の一つ一つはかけがえのないものだと日本の中で果たしてみんな考えているのかな、感じているのかなということを未だに10代の時と考えたように時に考えてたと同じように疑問に思っています。自分の命を特解可能な、どっかの会社に勤めていても自分がいなくなっても自分の代わりはどこにでもいるし、自分自身の存在、自分自身の命は実はそんな大したものじゃないのじゃないかと思っている若者が増えて、命を大事にしないこの日本人の社会が3万人以上の自殺者を毎年生み出してるんじゃないかな。で、今の原発のことを引き起こしたその一番根っこにあるのもそういう命に対する思いが浅いからじゃないのかなって思うんですよね。で、そのことは、まあ、宗教という、仏教という宗教に帰依していらっしゃる皆さんにも課せられた、それをどう答えていくのかという大きな問いが、福島によって突きつけられたんじゃないかなと思っています。